を作っていきたいと思います。じゃあ開けていくよ。オープン。じゃじゃん、サンダースーパーに買ってきました。今日のサーモンはユッケにします。このサーモンは切っていけるかな。じゃあ切っていきます。はい、じゃあ今から切っていきましょう。はい、じゃあこの固定ゆっくり、あとは切れ目を取れました。ゆっくりで家から沿っていきましょう。こんな感じでね、できない人、僕みたいにね、あまりできないんで、これを回すれば大丈夫です。こういうところもちょっと狭くなってきたんで、この持ちでこじっていけるかもしれないんで気をつけてください。はい、全部切りましたよ。はい、あとはこれタレを突き込むだけなので、やっていきましょう。えっ、まずはこれプルコギのタレ開けました。じゃあよく中に入れます。どんどん、次はこれごま油入れていきます。いきますね。最後これじゃん、ニンニク入れていきます。これはね、ちょっとちょろってやるの上すぐ折ります。せーの、ピッ、折り、これよくよくかき混ぜてください。あ、この特製剤にユッケを突っ込んでいくよ。入れていきます。しっかり混ぜていきます。はい、じゃあラップしていきます。はい、これから30分冷蔵庫入れてきます。チャンネル登録してね。30分経ったよ。最後の仕上げにこれを入れるよ。じゃーん、ネギとごま。じゃあごまから入れていくよ。ネギも入れていくよ。じゃあスプーンで混ぜ混ぜをしていくよ。ユッケを盛り付けていくよ。はい、この後卵を入れるから、卵のポケットを作っていきます。卵をポケットを作った場所に入れていきます。いけるのかな。お、いった。ほら、これで完成。はい、いただきます。悪魔的なうまさって言ってます。ネギの辛味がバーンときてうまいですと言ってます。ぜひこのユッケを真似してください。今日の動画見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。